小技の目打ちなんですけども、意識しているところは、まず左足をつかないというところで、打つときにどうしても自分では意識してないと思うんですけど、意識して動かしてないと思うんですけど、やっぱどうしてもこう動いてから出てる、これついでないって勘違いしている人いるんですけど、やっぱこれついちゃってるんですね。どんなところがあっても引きつけておけばつかないことになるので、引きつけておいて打つ準備をしたときに左が止まってれば一足で打てるというところになるので、まず左足を継がないというところ、あとは遠間から気の充実を図って、徐々に間を詰めていく。で、この時にですね、市内のこうやり取り、県線でのやり取りがしっかり、伴った状態から相手の市内の上に乗っかっておく、乗るという表現を使うんですけど、やっぱこの市内のこの乗りがなければ攻め勝っていないので、この攻め勝った状態から最後面の打突までに結びつけていくというところ で、あとはですね、面を打つときにどうしても立ってしまう人いると思うんですけど、これは私も課題にはしておるんですけども、なかなか市内をですね、こう立てて打ってしまうことでこう癖づいちゃってなかなか難しいんですけども、イメージ的には乗った市内から最短で剣線が頭の上に行くというところを意識してやっております。で、イメージとしては、足をですね、私もちょっとできているかどうかわからないんですけども、80センチ足を前に出せれば面っていうのは届くので、あんまりこう遠くに足を出そうとかっていうようなのは意識はしてないです。自分が無理した体勢で打とうとすると足って戻っていっちゃうので、自分が 上半身下半身のバランスを整っている中で足が前に、はい、前に出れるようにするっていうところが一番大事なのかなと。特にこう、もちろん踏み込み足の部分ではここに出したりここに出したりここに出したりいろんな位置があるんですけど、基本的には畳1枚超えるようなイメージ、大股のぐらいのイメージで面打ちは行っています。それ以上逆に出すと打った時に崩れたりとか体が残ったりするので、よくこう遠くから飛ぶとかっていうのはあるんですけど、やっぱでもその畳1枚分超える前の作業の方が、まず技前の方が大切になってくるので、やっぱそこがしっかりと攻め勝っていた状態で技を出せれば、そんなに遠くに飛ばなくても打突までに結びつけられるのかなと思っています。下ろす、当たった時は基本的に私はあんまりこう手首をこう使うとかっていうのはないんですけど、手首逆に使っちゃう立っちゃうので、先ほども言ったんですけど、やっぱ親指の握りの部分でこれがちょっとグッと入れば岸内と降りるんですね。今このグッと剣線を岸内をグッと握る、この動作だけで降りるんで、この状態をグッと握ったら降りるんですよ、岸内って。グッと握れば、なんでそんなに打つぞーってやっていっちゃうと逆に立ったりなんない崩れになるので、もうこのまま点線をまっすぐ向けて指先でキュッと締めるだけ。じゃあもう指先で打った瞬間キュッと締める、指先の使い方、はい、指先の使い方、はい、なんかこれやっぱ何ですかね、昔の大先生方はやっぱ指先だとかっていう小中の使い方とかっていう教えがあるんですけど、やっぱそこなのかなと。剣道の最終的なところは本当にここで手の内の中で最後決めるんだというような教えがございますので、そちらを私もしっかりできるように意識してやっています。